こんにちは。ビートルズワールドニュースです。今日は、ポール・マッカートニーが、ジョン・レノンへの追悼を行い、彼らの友情を修復したことを明かすとのレビューです。話の前にチャンネル登録をまだされてない方は、この機会にチャンネル登録を、視聴後には高評価をよろしくお願いいたします。では、スタートします。 ジョン・レノンが10月9日84歳の誕生日を迎えるにあたり、ポール・マカートニーは彼に向けた心温まる追悼を行い、かつての友情を修復できたことを嬉しく思っていると明かしました。82歳のポールはインスタグラムに写真を投稿し、亡き友人であり、 バンドメイトでもあったジョンへの感動的なメッセージを添えました。この写真は2022年に撮影されたもので、ステージ上で演奏するポールの背後にギターを弾くジョンの映像が映し出されています。このビデオは2021年11月に放送された ディズニープラスのドキュメンタリーザ・ビートルズ・ゲットバックの一部でした。この作品はピーター・ジャクソンが監督しバンドの録音セッションやアルバムレッド・イット・ビー制作の舞台裏を観客に伝える内容です。ポールはこの写真に 誕生日おめでとう、ジョン。そこにいてくれてありがとう。とコメントしました。この投稿に不安は感動し、泣きそうです。と書き込んだ人もいれば、何十年経ってもあなたとジョンは世界最高のソングライターです。と称賛を送る人もいました。誕生日おめでとう、ジョン。 あなたは音楽と私たちの心の中で生き続けますとコメントする人もいれば、彼はいつもここにいるという人もいました。また別のファンは12月のあの悲しい日のニュースを覚えています。誕生日おめでとう、ジョンとコメントしました。 この投稿は、ポールがジョンが亡くなる前に友情を修復できていなかったら、大きな罪悪感を抱きかかえていたことを告白した後に行われました。レノンは1980年12月8日、ニューヨークの自宅前で、狂心的な不安、マーク・チャップマンによって射殺されました。レノンは、 わずか40歳でした。彼は1969年にビートルズを脱退し、バンドのバックカタログをめぐる法的闘争が元の作曲パートナーである二人の間に緊張を生んでいました。しかし二人は1970年代半ばに再び関係を修復し、 ジョンが二番目の妻であるノヨーコと暮らしていたニューヨークの自宅で時間を過ごしました。昨年、ポールはジョンが亡くなる前に良い時間を共有できていなかったら、その死がずっと心に残る痛みになっていただろうと告白しました。彼は ジョンが殺されたとき、それまでに彼と素晴らしい時間を過ごしていたことが本当に嬉しかった。もし彼が殺されたときにまだ悪い関係のままだったら、それは世界で最悪のことだっただろう。それは私にとって大きな罪悪感となっただろう。と語りました。 幸いなことに私たちは有効的でパンの焼き方について話し合ったりもしました。と彼は続けました。ポッドキャスト A Life in Lyrics でポールは彼を裁判に訴えたことを覚えているだろう。リバプールの友人たち。 生涯の友達も訴えた。そこからの回復には多くの時間がかかったんだ、と話しました。最近、ポールは2024年のゴッドバックツアーで新しいビートルズの曲 Now and Zen を披露することになりました。この曲は1977年に ジョン・レノンが録音した未完成のバラードの自宅デモを元にしており生存しているバンドメイトのポールとリンゴ・スターが2001年に亡くなったジョージ・ハリスンのギタートラックやオーバーダブを使って曲を完成させましたまた AI 技術を用いてジョンのデモからボーカルを分離しました 一方、小野洋子の X 旧ツイッターアカウントでは、ジョンと幼いショーン・レノンが誕生日ケーキのろうそくを吹き消している写真が共有され、二人に誕生日の祝福が送られました。ショーンも1975年10月9日に生まれています。また、 公式のビートルズの SNS カウントでは、レノンの絵がいくつか投稿され、今年は世界中のファンが描いた美しいジョンのイメージを使ってお祝いをしています。作品の共有を承諾してくれた全ての貢献者に感謝します。と書かれていました。 さらに、アイスランドのレイキャビックにあるイマジンピースタワーでは、レノンの誕生日を記念して、18回目の点灯が行われます。点灯は水曜日の午後4時に始まり、塔が点灯するとすぐにイマジンの曲が流れます。以上、ポール・マカートニーが ジョン・レノンへの追悼を行い、彼らの友情を修復したことを明かすとのレビューでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからもジョン・レノンのことについてアップしていきますので、チャンネル登録、高評価、そしてビートルズワールドニュースの他の動画へのアクセスもよろしくお願いいたします。では、 次の動画でお会いしましょう。ハッピーバースデー、ジョーン